平吉武邦さん作曲「虹のリズム」より「二人だけのお話」という曲を初見の音取りしてみたいと思います。4分の4拍子で何もついてなくて、静かにお話をするように、静かになってこしょこしょ話かな、内緒話。はい、両方ともトーンがね、はい、じゃあゆっくり音取ってみたいと思います。4分の5で出てくるんだこれ。途中で、あ、ここでもう読むのさん出てきてたんだ、やっぱ。たたたたた、そうか。あ、これでもしっかり楽譜見ないと弾けないよね。あと、子供がリズムをちゃんとそこで切り替えができるっていう、この練習になるよね。面白い。すごい練習になる、こういうのね。そんなに難しいわけじゃないけど、ここで4分の5って意識して弾くか、4分の4って意識して弾くか、4分の3って意識して弾くのか、やっぱりその、切り替えの練習にはなるよね。でもこういうの弾かないとさ、できるようにならないからね。なるほど、面白い。はい、ちょっとなんかね、左手もよく動くんで、左手の練習にもなるし。というわけで、二人だけのお話という曲でした。